愛先生の食いしん坊万歳。今日は食べログで 3.51 の高評価、新宿のワインのルイスケ2号店のご紹介をしたいと思います。場所は新宿のこの辺。店内はこんな感じ。荷物棚は上にあるのですが、届かないと店員さんが助けてくれます。今回は事前に予約をしていったのですが、席に着いたらこんな可愛いネームプレートが置いてあって、とてもほっこりしました。ちなみに今回の乾杯はサングリア。美味しくて一瞬でなくなりました。こちらは旬の果実とブラータチーズのカプレーゼ。ブラータチーズの塩気が絶妙で、永遠に食べ続けられるなと思った一品です。そしてこのお店の名物、石窯ローストチキン。店員さんに女性2名だとちょっと量が多いかもしれませんと言われたのですが、食いしん坊の女子2人で行ったので全く問題ありませんと言って注文しました。注文してから焼き上がるまでに結構時間がかかりますので、早めに注文しておくのがおすすめです。ちなみにこの写真を撮った後に店員さんが切り分けてくださいました。しっかりと下味がつけられておりますので、そのまま食べてもとても美味しいのですが、付け合わせのブラックペッパーの塩漬けと一緒に食べると香りがさらに引き立ってとても美味しかったです。他のメニューもとても美味しいものばかりでしたので、ぜひ新宿へお越しの際は行ってみてください。